ほとんどの人がイメージしたこととか考えたことが現実化すると思っています。でも実はそうではないんですよね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は 99% の人が気づいていない引き寄せの法則というお話をしていきたいと思います。皆さん引き寄せの法則ってやったことあります？イメージしたり思考したりしたら願いが叶うという法則ですね。彼に愛されたいとか、素敵な結婚がしたいとか、イケメンの彼に出会いたいとか、このように引き寄せの法則はイメージしたことや思考したことが現実すると言われています。ですからこのように引き寄せの法則でほとんどの人がイメージしたこととか考えたことが現実化すると思っています。でも実はそうではないんですよね。なぜなら引き寄せの法則を実施してイメージしたり思考しても叶う人と叶わない人がいるからです。ではなぜ同じことをイメージしたり思考したりしても叶う人と叶わない人がいるのでしょうか？皆さんわかりますか？それはね、そもそも前提の問題なんですね。前提が自尊心が低かったり劣等感が強いとどの願いも同じなんです。叶わなかったりするわけです。前提が世界を作りますからね。要するに一つご理解をいただきたいのが、目の前の出来事って皆さんへのお知らせに過ぎないということなんですね。皆さんの前提はこうですよというお知らせなんです。だから引き寄せの法則で思考しようがイメージしようが前提通りの世界が作られるわけです。引き寄せが叶う人もそういう前提をしてますし、引き寄せが叶わない人もそういう前提なんです。引き寄せの結果は皆さんがこういう前提なんですよというお知らせに過ぎないということなんですね。そしてそんな前提とは両親との関係を映し出したものに過ぎません。ご両親とはこういう関係ですよということを教えてくれてるんです。人って生まれたそれは両親が絶対的な存在であり、その人の世界になっていますからね。だからその時の親との関係で私の世界はそういうものであるという勘違いが形成されて、その体験した世界と同じような世界を人生で作り続けるんです。例えば両親にいつも怒られて育ったとしますよね。そんなことをしたらダメとか、なんでこうしないのとか、なんでこれができないのとか、すると私は両親にあまり愛されてないんだという勘違いが生じます。つまり私は人から愛されないんだという前提ですね。それが作られるわけです。両親が悪いわけでもありません。ただ皆さんがそういう勘違いをしてしまっただけなんです。そして皆さんも悪くはありません。それからその前提を証明するために現実を作り続けるんです。裏を返せば目の前で起きた出来事を使って私はこういう存在であるという前提を証明していくわけです。要するに人は両親との関係性を前提で作って、私はこういう存在なんですという証明をしようとするだけなんです。だから引き寄せの法則を使って彼に愛されたいと思って彼に愛されるような思考やイメージをしたとしても、前提が私は愛されないなら愛されないような現実を作るだけなんです。皆さんが無意識にそのような現実に育て上げているんですね。あの手この手を使って私は愛されない存在なんだって思うような現実に育て上げるんです。人ってこのように前提通りに世界を作る力ってすごいんですよね。引き寄せの法則はすごいんです。例えば浮気をする彼ばかりと付き合う女性がいたとします。その理由は愛する人は私だけを見てくれないという前提があるんですね。目の前の浮気という出来事を使ってやっぱり愛する人は私だけを見てくれないわと証明しているんです。外の世界が先ではなく、それを証明したい自分が先に存在しているということなんですね。まずはここに気づけるといいですね。気づきは意識を覚醒しますから。言いたいことはやっぱり愛する人は私だけを見てくれないという前提があるからこそ、浮気をする彼と付き合うような現実が起こってくるんです。皆さんの前提が皆さんの世界を作っているということですからね。だからそもそも前提が自尊心が低かったり劣等感が強かったりすると、引き寄せの法則をやってもなかなか叶わないんですけどね。まあ自分を大切な存在だと思えてないですからね。つまり引き寄せの法則で願望達成とか願いを叶えるには、まず自分のことを大切な存在だと思えている前提がある人限定なんです。だったらどうしたらいいのっていうところですよね。それはまず前提が自尊心が低かったり劣等感を強かったりする人って、引き寄せる時の行動がもっと頑張らないとというスタンスなんですよね。頑張らないと愛されないとか、頑張らないとダメになるとか、気分よく引き寄せができていないんです。そして失敗したらやっぱり私ってダメなんだとなるわけです。そしてもっと頑張らないととか、頑張らないから私ってダメになるんだとか、こういうふうに考えちゃうんですよね。必死というか藁を使う思いというか。逆に引き寄せで叶う人はたとえ失敗したとしても、自分って素晴らしいから大丈夫とか、次はいけるでしょうとか、気分よく行動しているんですね。言いたいことは気分よく引き寄せをしているかどうかなんです。例えば幸せな恋愛がしたいなら、自分を素敵な女性だと信じて自分を磨いて、日々楽しみながら男性心理を勉強し、恋愛をしていれば幸せな恋愛を叶えます。つまり日頃から自分の気分を良くしておけばいいんです。そもそも自尊心が低いとか、私って愛されないとか、どうせ自分にはできないんだとか、そういった幼少期に作られた前提を持っていたら気分よく行動できないんですよね。行動する気も起こらなかったりします。だから叶わないんです。
引き寄せの法則が悪いわけではなく、日頃からいい気分で過ごせてない皆さんの前提の問題だけなんですね。大方は私はこのままでは愛されないとか、私はこのままではダメとか、こういう前提があるんです。まあ簡単に言うと、前提とは自分が自分をどう思ってるのかなんですね。ここで気分が決まり、引き寄せが変わってくるわけです。だから好きなこととかやりたいこととか心地いいことをして気分よく過ごしてほしいんですね。前提を私は素晴らしいに変えれば一番いいんですが、時間がかかりますので、まずは気分よく過ごすんです。そしてそこから目標に向かって行動するといいんです。気分よくしながら引き寄せをするわけですね。するといつの間にか叶ってたりするんです。ポイントは、今の自分はダメだからといって必死で引き寄せをしないということ。好きなことややりたかったこと、心地いいことをやって日々気分よくしながら引き寄せをするということですね。引き寄せたい方はぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。